で。
からさ、軽音ロックの皆さん的ななんかすごいメジャーな曲らしいんですけど、なんでもないんですけど、なんでもないんですけど、そうなんですね。いやまあなんか大河原君のリベンジ編として春月齢でやろうってなってますね、その曲が。そうするとなんかいつの間にかバックなんかいろんなところが聞こえてくるんですよ。その春そのパーレの前に。なんかそのバックの練習用に幹部の皆さんがその冬のミルクを練習してあるんですけど、ユースクのとこからも冬のミルクが聞いてて、あ、ないないないって言って僕もとりあえず冬のミルクベーって聞いてたんですよ。で、まあそれで最近組んだバンドだったんで、その冬のミルクをやらして3曲しか持ち曲がないという時代が知ってましたんで、ちょっとやむなくやらせてきました。ですので1回戦の皆さんを煽る目的などはその一切ございませんのでご了承ください。Come on.
ありがとう。